鉄六、鉄六、関音、鉄六、ピンイン、ティルは、6世紀から7世紀にかけて、中央ユーラシア北部に分布した突結以外のテュルク、経由牧民の総称。この中からカイコ骨、ウイグルが台頭した。鉄六という表記は、直六、定例などと同じく、TRK を音社したものと考えられている。鉄六の構成部族は、最多と言われ、 多くの部族がそれぞれ分散して、遊牧生活を送っていた。あとに、これら多くの鉄六部族の中から九つの有力部族が台頭した。これを、当では特図鉄六と呼び、特決では特図オグズ、特図オガンマス、九つの部族と呼んだ。しかし、どの部族をもって特図とするのかは不明であり、以下の十五部族がその候補である。太字は確定。 また、徳図飼骨、ウイグルの種族や、徳図湖、秋竹徳津のソグド人と呼ばれるものがあるが、別物である。鉄六の祖先は、郷土の公栄別種と言われる。その種族は、最多で、西海、アラル海の東から、山や谷によって生活してきた。生死は、おのの別であるが、彼らを総称して、鉄六といった。それぞれに、訓長はなく、分散して、 東西領特決に属した。正義の大東十二年、五百四十六年、鉄録が従前を討とうとしたので、土門、後の入りガンは、特決部を率いて迎撃し、五万余り落ちを降伏させた。特決の木汗ガン在位、五百五十三年から五百七十二年は、即位するや、諸外国を次々に併合していき、従前を滅ぼして、 中央ユーラシアに大帝国を築き上げた。この時に、鉄六諸部も突決に併合された。隋の海王十九年、599年、文帝は、太平洋の四万座や、新王の陽広氏、陽大を派遣し、東突決の京民河岸、在位、587年から609年を治めて、突決の深河岸、在位、599年から601年を破ると、 鉄六は分散した。民主元年、601年、それまで、京民河岸に付属していた国説史などの処分が、背いたので、文帝は、要素を、雲修道公軍元帥とし、京民河岸を引きさせて北西させた。大行元年、605年、西特欠の泥とコロラ河岸、在位、603年頃から612年は、鉄六処分を打ち、重税を課した。 また、節縁太などの処分に、無本の疑いをかけ、その先駆け卒数百人を中殺した。これにより、鉄六処分は泥所ら加岸に背き、経平部の尻発資金、イルテベルイル金、官名の経平家寮、経唄、寮を建てて、駅、持間窓南加岸、とし、ドン、汗山、現在の新京トルファン北部の柏角田山に、拡挙した。また、 節炎タ部の資金の子である、おつしつチ、イシュバル、成鉄を立てて、小花岩とし、円松山の北に拡挙した。泥所ら花岩を破ると、駅、もちまばく南花岩は勢力を増していった。駅、もちまばく南花岩は、終身を得ていたので、隣国にはばかられ、以後、交渉、延期の諸国は、ことごとくこれについた。大行三年、六百七年。 鉄六は隋に剣士を送って堅物を奉能した。西特血で行き花岩、在位。612年から619年頃が、強情となると、節縁花、経兵、経の二部は、花岩号を捨てて、これに侵入した。その後も、海骨、ウイグル、ビー、ガンマウルなどの六部は、うつ特群山、宇っ県山にあって、東特血の私質花岩、在位。 六百九年から六百十九年に属し、おつしつばちのところ部は、金山、アルタイ山脈にあって、西突欠の塔を、ヨーマモルカガン、在位、六百十九年頃から六百二十八年に、侵入した。塔の上岸元年、六百二十七年、陰山以北の節炎田、海骨、バ罰屋、古、バイルクベイヤークなどの諸部は相次いで反乱を起こし、その翌国説、 ユククシャド、か名を敗送させた。東突血のケツリカガン、在位、620年から630年は、小カガンのトリカガンを使わして、これを討伐させたが、敗北して契機で逃げ帰ったので、ケツリカガンは起こり、トリカガンを十数日拘束した。上岸二年、628年、西突血で、東、 よう守るガンが殺されると、西特血が大いに乱れたので、オツシツバチの孫のエビス男、イネル・イナルは、節煙たぶらくな名前を矢を引いて、東、特血に着いた。しかし、東、特血でも血カガンの清水に会い、エビス男はその土族を引き、東、特血に背いて、血カガンを攻め、これを大破した。ここにおいて、血化が部所生の多くは、 血離科丸に背き、エビス男に基準して、共に、主に衰退しようとしたが、エビス男は相手即位しようとはしなかった。次に、唐の体操は、遊撃将軍の教師持ちを使わし、エビス男を排して、真珠人義科丸、インチュビリュ義科丸と、鼓、唐を賜う。エビス男はとても喜び、剣士を送って片物を奉納し、騎馬町を大幕の北の宇都徳軍参加に立てた。 東はマッカツにいたり、西は、西特欠にいたり、南は砂川らと接し、北は、ともりん水にいたり、海骨、バツヤ、コ、バイルク、ベイヤーク、アテツ、エディス、アデス、ドーラ、トンラ、トーラ、ボクコズ、ボクトボクト,ボクト、などの大部落は皆付属した。上岸三年、六百二十九年八月、エビス男はその弟のトウトクキン、トン、テギン、 官名を使わして、唐に来朝。大操は厚く、なで節を加え、宝刀及び宝鞭を賜う。この頃より、東特欠の権威は失墜し、次々と処分が離反していった。上岸四年、六百三十年、ついに血利下岸が唐によって捕らえられ、東、特欠が一旦滅亡すると、エビス男は、その分を率いて、東の国国へ帰り、騎馬町。 本拠地を、宇都徳群山、宇宙県山の北、ドクラ川の南に建てた。東は湿杯にいたり、西は金山、アルタイ山脈にいたり、南は特欠にいたり、北は寒海、バイカル湖に臨み、古の強度の古地を丸々我がものとし、二十万の兵を要し、その二人の子を建てて、南北部とした。ここにおいて、モンゴル高原の所有権は、 鉄六の節縁タブに移る。この年、西特血で、死を守る河岸、在位、628年から632年が、バガトル河岸、在位、28年から630年を倒して、西特血を統一すると、大発兵して鉄六に進行してきた。節縁タブのエビス男はこれを迎撃し、逆に、死を守る河岸を破った。上岸七年。 六百三十三年一月、節縁タブは剣士を送って、唐に来朝した。上岸十二年、六百三十八年、恵比寿男の二子は、小河岸を拝命し、その勢力を分けることを発した。一方で、唐の朝廷が、東特欠の利オモウを立てて、河岸とし、その武衆を爆難の地に住まわせた。恵比寿男は、利オモウを忌まわしく思うようになった。 上岸十四年、六百四十年六月、節炎タブは党に剣士を送って求婚した。上岸十五年、六百四十一年十一月、エビス男は、この態度説に、ドー道羅、撲骨、懐骨、抹骨、など二十万の兵を引き入させて白道側に、駐屯させ、全日峰によって、リオモーマの部を撃った。リオモーマは党に剣士を送って、救援を来い、体操は、 英国公のリーサを、川の修士士の雪ト通ルに、放棄数万を派遣した。12月、白道川を経由して、青山に至ったところで、態度説と遭遇し、これを累血にまで追撃した。うべま水に至ると、態度説は振り切れないと知ると、十里にわたって、兵を連ねた。雪園タブは以前、砂場ちら及び足なしゃ何時らを撃ち、不戦で勝ったことがあったので、 その戦法を用いて、突血の兵を撃退した。雪炎タブは勝ちに乗って、これを駆逐。リーサオの兵は防戦し、雪炎タブは一万本もの矢を放ち、当軍の馬を傷つけた。リーサオは牙を不評に切り替え、長矛部隊を突入させて、雪炎タブを壊滅させた。副総監の雪ントールは、数千機を率いて、雪炎タブの馬指揮者を捕らえ、雪炎タブの馬を失わせた。 これにより、節縁タブは大敗し、大土節は、身一つで遁走した。エビス男は東、特欠、リオモーマ政権と和親をい、剣士を送って謝罪した。上岸十六年、六百四十二年、エビス男は、叔父の砂鉢ら泥熟資金を使わして、党に、受け根し、馬三千頭を献上した。大層はこれを許可して、信仰講師をめとらせた。この頃、 リオモーマが数回兵を派遣して、節縁タブを侵略したので、節縁タブは、再びトリシツを使わして、リオモーマを打ち、定常で省略して去った。上岸十七年、六百四十三年順月、エビス男が、兄の子である、トリシツ説、テリスシャド、トリースサド、官名を等に使わし、馬五万、牛、第一万。 羊十万頭を献上し受け婚してきたので、体操はこれを許可した。節営タブに基準していた東特欠の足名国没が、次第に勢力を増していったため、これを危惧したエビス男は彼を殺そうと考えた。このことを察知した足名国没は、旧地、金山の北に逃げ帰り、その地で、勝兵三万人を擁し、自らお土舎美化岩と称した。西は、クズラロク カルルク族、北は、ケツコツ、キルギス部と接し、クルマビカガンに着いた。上岸19年、645年、エビス男が即居し、エビス男の少子の死を守る罰尺はその兄の、トリシツガン、テリスカガン、トリース救ーーガンマーンを襲って、殺し自ら立ち、血リと盛り、セツイサゴ業の渡るガンとなる。罰尺は悪性を強いたため、民衆がつかなかった。 さらに大僧が、高栗遠征、唐の高栗出兵中で不在の唐に侵入し、夏衆をあだ略した。しかし、唐の将軍の衆質をもい力に正当され、その衆数万が、捕虜となり、罰釈は、刑期で頓差したが、解骨部に殺されてしまう。上岸二十年、六百四十六年、節縁タブの余り衆はまだ子から六万も存在した、ため、 大蔵は大軍を率いて、節縁タブ討伐を行った。江夏王の離道州や大州都督の節満通らの活躍により、東軍が大勝し、節縁タブは、清掃した。節縁タブは共に、恵比寿男の兄の子である花島氏を、伊徳持室河岸、伊美守河岸に衰退し、部落七万世を率いて、西の古地へ帰った。しばらくして、節縁タブは、加岸号を捨て、 唐に剣士を送って、宇都徳軍山の北に住むことを請願した。諸部鉄六はもともと節縁タブに服属していたので、とつ氏が至ると、徳図の虚卒は、恐れずにはいられなかった。長義は河原北のわずらいとして恐れたので、再び、英国公の李沙サに、打ち撃させた。李沙サは徳図鉄六に満期を引いて、天山に至る。氏は、軍が来るのを見て、恐れ驚き、 小死行が、開骨中にあることを聞くと、ついに受け下した。小死行は、話し増しと共に刑事に至ると、御事の利りで、右笛将軍を授かり、伝託を賜った。一つましは入国後、鉄六州卒がその部落に潜んでいることを知り、両端を持った。六月、大僧は、兵部将所、片安公の左圧指令、特進、英国公の李伊佐を使わして、 節縁タブを打つ徳軍さんの北撃破し、前後して五千余球を残首し、男女三万四人を捕虜とした。八月、鉄六の怪骨部、罰屋小部、道ラ部、牧骨部、タランクズ、テレンギュトゥ、ティー、リットルトン部、オモエケツ、シキトゥ、エスキュー、トン部、アテツ部、ケイブ、鉄ケツ部、コン、クン、キューン部、国節部など十一世はおのの剣士を送って、調考した。 上二十一年、六百四十七年、計飼骨など14部落は、節縁タブから離反し、等に基準した。大層はその部落を選んで十三の修府を置いた。飼骨部をもって、寛解と特府とし牧骨部を、金尾と特府としタランクズ部を、炎然と特府都市、罰や小部を有料と特府都市、道楽岡目林と特府とし重江家粒を、老山と特府とし 昆布を、さつき乱衆とし、国節部を降血衆とし、経血部を、軽化衆とし、当てツ部を、軽電衆とし、経部を、にれ軽衆とし、重え血別部を林衆とし、白部を顔衆とした。また、その衆長を廃して、都督、く、死とし、延前と号を置いて、これを統括させた。上二十三年、六百四十九年、体操は右。 行医老将の甲ただを使わして密かに、鉄六の開骨部、墨骨部などの兵を招き寄せて、車美化岩を襲撃させた。すると、車美化岩の州長であるクズラロク、カルルク部の泥熟血死離発、デイシク、キョルイルテベル、官名や、伐採北部、初期昆布のバガトルシキン、バガテュルイルキン、官名らが車美化に背き、相次いで、党に投降してきた。 英紀元年、六百五十年、節炎太の首領先に平一者は、帰国を来い、構想はさらに断衆を置いた。英紀三年、六百五十二年、構想は、左武功大将軍の張り立て方、右、行英大将軍の計営何力を派遣し、炎前と御処部の開骨の兵5万機を率いて、西特欠の足長路を打たせ、五千機を残首し、巨卒六十四人を捕虜とした。 即天時、690年から705年になると、東、特欠、第二河岸国が豪場となり、鉄六諸部は幕北にあって、次第に併合されていった。また、開骨部、頸部、重江鉄部、根部は、関州、領州の地に移された。天保始はじめ、744年、鉄六の一部族である開骨、ウイグルによって、東、 特決が滅ぼされる。この頃から秘書に鉄六の章は用いられなくなる。鉄六の習俗は大体特決と同じであるが、特決と異なる点はただ、男が結婚の儀式を済ますとすぐ妻の家に住み、出産を待ち、生まれた男女児に父を飲ませてから自分の家に帰るということ。また、死者を埋葬するということだけである。めの頃は君主と呼べるはおらず、 部族長がいる程度であったが、太陽元年、605年、西特厥に背いてからは、自らの河岸を衰退するようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。